松山市堀之内の愛媛県美術館南館で第53回愛媛水彩展が開かれています。この水彩展は日本水彩画会愛媛支部会員の作品を展示し、会員の1年間の成果を発表するものです。初日には日本水彩画会前理事長の真壁照夫さんによる会員の作品についての公表会も行われました。今回は愛媛支部の会員81人の作品と先達や高校生などの特別出品作品合わせて177点を展示しています。今年はですね、全体の作品はちょっと少ないんですけど、去年より少ないんですけど、少し大きくなってきてですね、やっぱり皆さんこういう広い場所でアピールしたいという気持ちがね、強くなってきたんじゃないかというふうに思っております。絵を描く目的もいろいろありまして、中央の展覧会に出そうという方からで、小さな絵を描いて自宅で楽しもうと、もうそれぞれどっちがいいということじゃありませんけど、あんまりこう気張らずに取り組んでいただいたらいいなというふうに思います。今年が53回の展覧会でございまして、もう半世紀を超えました。また新たな気持ちでですね、取り組んでいきたいというふうに思っています。愛媛水彩展は5月22日まで愛媛県美術館南館3階で開かれています。